皆さんこんばんは。鹿児島ユナイテッド CEO リーダーの田野豊です。よろしくお願いします。感謝。皆さんこんばんは。鹿児島ユナイテッド FC 非公認副リーダーの谷口さんです。はい、谷口勲さん。はい、前回のベスト9の動画出していただいた後に、クラブの代表の方に動画を見ていただきまして、公認が、はい、決まりませんでした。すいません。決まらんのんかい。どうしたらいいの、逆に。どうしたら決まるんですか、これは。ということで、はい、前回撮らせていただいたベスト9という発表を今回させていただこうと思って、谷口勲君とまた撮らせていただいてるんですけれども、鹿児島ユナイテッド FC の選手で組んだ野球チーム、どっちが強いかな投票してもらったじゃないですか、コメントで。はいはい、そうでしたね。結果を発表していきたいと思います。皆さんのコメント投票によって勝者が決まりました。田の上ナインの方は1番が田中壮志選手で出塁するでしょ。4番に青山選手がいて、3番が岩崎選手だったかな。9番に中原選手守備ができる、でまあなんといってもピッチャー陣ですよ、うちは。そうでしたね。ジョン・ガブリエル選手が先発ね、160キロ投げるね。中継ぎが2人で中村健人君と同じ東福岡コンビですよ、三宅海斗君。三宅君ね。で抑えにブレない最高の抑え、枝本選手。枝君ね。よくよく考えたら一番いいピッチャーの構成だったかもしれない、で、谷口ナインは。これの方は、完全に4番から入りましたから。見てくれたかな、皆さん。見てくれたかな、門松。今回見る前にね、まず前回の動画見ていただいてからの方が面白いかもね。なんか、門松、えらい好評やったみたいですね。あの週、なんか鹿児島の検索ワードで門松が1位になったって噂が。で、まあ、俺はノリ君も入れたし、カヤも入れたでしょ。なんといってもやっぱ、ヨギボー5両が。ヨギボー5両ね。で、大西から連絡来て、俺、ピッチャーで入れたじゃないですか、先発で。いや、俺、サードやろっていう連絡来たの。知らんがな、お前がサードなん知らんがない。あ、そうかーって感じましたけど、案外選手みんな見てくれてんねんなと思って。そう、選手から今回ベスト9のこの動画見て結構コメント来てて、まずイサオが取った藤沢選手、はい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 、レーザービームの藤沢ですか、外野からのコメントがあって、かぶりなしのベストメンバーはどんな感じですかって来てた。やっぱノリ君俺のこと好きなんで、結局。でも俺にコメント来てるけどね、はい、なんでな。ねえな。あとうちの6番ですよ、田辺選手。おお、田辺さん、もうコメント来てて、父ちゃんが野球やってたって、野球やってたんで任せてくださいって来てた、いつか実写版やりましょうって来てたよ。鹿児島リアル野球版でやりたいよね。あとこれも一緒のチームだね、ヨギボーの五稜選手から、はい、俺なら全く違う打順になるな、ヨギボー話は余談ですねって来てました。まあなんか当たり障りのないコメントしてきてますね。ちょっとね、周りを意識しすぎてるかなって感じしますけどね。最近なんかようメールくれますわ。そう。最近ようメールくれるわ。そして、トルガー選手からも来てました。はい。僕はね、代打で祭り男って言って撮りましたけど。はいはい。代打、園田、全力で打たせていただきます。顔文字好きで。元はといえば、俺が先発投手で撮ってる園田ですからね。それを横取りした感ありますからね。でもお前は俺の馬場健二を撮ったからね。そして後ろ浜拓選手からも打率3割いけますと聞いてますね。俺が取ったよね、7番5番、5番だ、5番やって、ほらもう間違えてるもん。5番、ほら7番間出てるやん、拓は。7番やん絶対。でも5番で俺は4番の次に期待するなんとかって言ってて、全然ハマってないやん、なんか。でもあれだよ、5番後ろ幅めちゃくちゃ分かりますみたいなので、俺に2票ぐらい入ってたからね、それで。そこで、俺のその門松票何票入ってたんでしたっけ ?4、5票入ってた。門松って名前で4、5票入ってた。みんな調べてくれたんですかね。うん、調べて笑いましたとか言う人もいる。でもこれ選手も見てくれてるってすごい嬉しいよね。やっぱ見てくれてますよね。田辺君とか見てくれてるの嬉しいな。去年一緒にやってる選手はもう当たり前じゃないですか。そんなこいつらお前らも再生回数しか増やさんかいっていう話じゃないですか。逆にここにコメントしてけえへん選手はお前らはちゃんと見てんのかっていう話じゃないですか。米沢とか、米沢が1点取ったん、この前俺がツイッターでつぶやいてたんですよ。米沢ヒーローなれよっていう。そうなの。それで点取ったっすけど。いや、それで点取ったかどうか知らんけど。最近サッカー見てんのおもろいっすわ。わかる、それ引退してから俺もサッカー見るの好きになってさ。怒られるプレッシャーないからでしょ。
で、サポーターの気持ちちょっと分かってきました。ああ、それ分かる。その場に立ったら周りとか見えてない時もあるけど、いざ上から見てると、あ、こっち出せへんのかよとか、おいおい大西こいつ出ていけよとか。大西出すのそこで。おーちゃんちょくちょく連絡取ってね。大丈夫ですよ。大丈夫。まあ、詳しいことはあの前回出したベストナインの動画を見ていただいて、ほんまに見てほしい。もう一回見てほしい。あれはでは結果を発表します、はい。とその前に罰ゲームもコメントでくださいって言ったんですけど、罰ゲームのコメントが全然なくて、え、一個来てたの言っていいですか。はい。分けた方が坊主にしろ。俺これ切んのえぐいで。ちょっと待って、これやで。これ今社会人で坊主のもう佐野さん以外はもう全員ダメですから。おい、俺以外の全国の坊主に謝れ。お前佐野さんだってもうそれ以上入ってこないじゃないですか。いやお前は入るわ。俺1週間に1回切ってるわ。ほんまっすか。ということで、はい、じゃあ負けた方坊主ということで、もうしよう、もう男らしくいこう。厳しいって、ちょっと待って、俺リスク高くない？ロン毛にしてよ。俺もコメントから選びましょうって言ったでしょ、約束で。なんでコメントしてくれた人坊主だけでロン毛を入れてくれへんかったの。もうあの動画で坊主とか髪の毛以外でって言ったにもかかわらず坊主でってきてるわ。その人絶対田野さんの方に票入れてるやろ。俺の方に入れてるわけないじゃないですか。俺の坊主が見たいがダメでしょ。はい、ということで、ということで、もう3回目ですよ本当に。もう結果アップいくから、いい？あ、行きましょう。でもお前本当に負けたらやるよ。坊主でしょ、俺果実以来の坊主です。やばいって。明日から会社で何て言われるんですか俺。ちょっと確認なんだけどさ、会社的に坊主って OK なの？確認はしてないですけど、まあ体育会系な考えの人も多いんで、うんうん、お前この時期にちょっと慣れてきた頃に気持ち入れ直しすぎたなってなるかもしれないですけど、ほんまに女の人もやっぱおるんですよ普通に。従業員さん、お前何してんねんってなるでしょ絶対。ボスに急にしてみたら30っすよ俺もう今年。やばいって、結婚できひんのなる。彼女もおらんのに。やばいって。発表します。はい、谷口伊佐くん11票。いや少なくない、それでも。そして、はい、応援リーダー田上隆、はい、9票。 OK、 よっしゃ。よって、谷口伊佐くんの勝ちとなりました。ありがとうございます。結局合計しても20票と。あんまけへんかったね。あんまり。あんまけへんかった。ただでも今までで一番コメント数は多かったかも。おお、うん。このベストナインシリーズが。はい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 。好評と捉えいいんですね。好評好評。グッドボタンもね結構押してくださってたから。グッドボタンやっぱいっぱい来てましたね確かに。一番はでも歴代ベスト11。あれが。ああ、キリノのやつね。写真が。あれは過去一で、あのグッドボタンが多かった。高野さん、あれ初回やから、なんかこうなってきてない、大丈夫ですか。あれ初回じゃなかったんですけど、2回目っけ、あれ初回。一番最初。おい、なんか飽きられてるか、あれや、もう早いって。飽きられてない？多分、公認副リーダーになれない理由、それもあるかもしれない、もしかしたら。ちょっと、その挽回する企画が考えてこないといけないですね。そうなのよ。今回はまあ結果発表っていう形で、伊沢の勝利と。11票対9票。いやでも今回のコメントもらっての勝敗を決めるっていう企画すっげえ面白かった。確かにちょっとドキドキ感はありますね、うん、だって下手したら俺明日には坊主になってる話ですよ。今回ベストナインの結果発表という形で谷口作に忙しい仲間と出てもらいましたけど、どうですか、なんかあります？もう出たくないとか。いや、めちゃくちゃ出たいです。本当に？はい。始まる前めっちゃだるそうにしてたじゃん。始まる前正直言っていいですか、田野さんをちょっと待ってた時間ほんまちょっとだけ寝てました俺は。だからテンション低かったんだ。本当にごめん。いやいやいや大丈夫ですよ。いやでも谷口伊佐って男は今ご覧の皆さん、現役時代から今も変わらずね、軽く、みんなをこう楽しませる才能を持ってる人なんで、だから僕はありがとうございます。じゃあなんで副リーダーに公認してくれないですか。俺の判断でできないから。はい、今回は谷口伊佐くんにまた忙しいとこ眠たいところ来ていただいて、前回ね出させていただいたベストナインの結果発表と
という形でやらせていただきました。じゃあ皆さんに一言お願いします。まあ俺が言いたいのはバトルスタディーズを読んでハードマップを確認してから谷口ナインを見てほしいってことです。それだけです。ありがとうございます。ということで今回は、私田辺豊が11票対9票で負けましたので罰ゲームで坊主を実際にやってですねその動画とともにお別れをしたいと思います。ありがとうございました。感謝感謝。お料理先に感謝すんなお前。それでは今回僕は負けましたので坊主にしていきたいと思います。で僕ね、今34歳なんですけど坊主歴なんと20年です。なのでね、罰ゲームではあるんですけどうまい早いっていうこの坊主テクニックもね皆さんにご覧いただけたらと思います。スイッチまずはね後ろからいくんですよ。手触りです。シュールでしょ。めちゃくちゃ。はい、今半分終わりました。早くないですか。ほら半分坊主。じゃあ続けていきます。あとは言うと思います。はい、ということで、所要時間何分かな ?4 分ぐらいかも。ということで、今回は罰ゲームということでね、髪を切らせていただきました。次、もし企画があるときは、イサを坊主にしてやろうかなと思ってるんで。以上、ベスト9、敗者による罰ゲームタイムでした。どうも、ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。